はい、ではですね、この40の発明原理について少し詳しく説明します。でですね、まあ、ここではですね、各原理についてまあ詳しく説明していくんですが、まあ、40個あってですね、まあ、全部一つ一つ説明していくと、まあ、かなりまあ時間がかかってしまうのとですね、まあ、それをやる意味があるかと言われると、まあ、そうでもないと思うので、まあ、ここに表示されているような資料を作りました。まずですね、この40の発明原理にはですね、番号がついてます。40個あるんで1番から40番なんですけど、まずその発明原理の番号があってですね、まあ、その横にその原理の名前があります。で、あとですね、この発明原理の簡単なこう説明があってですね、まあ、その活用例、まあ、我々の身の回りにあるその発明原理を含むと思われるものことを、まあ、例としてイラストとともに示しているので、まあ、そのどういうことを言っているのかなというのをこれでちょっと理解してもらえたらいいかなと思っています。でですね、あと発明原理を活用するための質問というのがあるんですが、まあ、これ先ほど申し上げましたけど、その抽象化された解決策なので、まあ、その問題を解決するためにこう使っていただくべきものなんですが、まあ、もしですね、皆さん問題を抱えていたらですね、ここ問題解決のためのヒントというところをこうちょっと読んでいただいてですね、まあ、こういくつかの質問があって、まあ、もしかしたら、その答えが、まあ、今、皆さんが抱えている問題の解決策になるかもしれない。まあ、解決策のアイデアかもしれないということになります。でですね、まあ、資料にすべての原理についてこういったスライドは用意してあるので、まあ、ぜひともちょっと1回目を通していただけたらなと思っています。でですね、まあ、ちょっと例をまあ軽く紹介してみたいなと思うんですが、まあ、例えばこう回転寿司行かれたことあると思うんですが、回転寿司でもですね、結構その40の発明原理が応用されてまして、まあ、例えば1番の分割原理、まあ、これは各寿司ネタで分割したわけですよね。まあ、普通の回転してない寿司屋だとこう大きな皿に10貫ぐらい出てくると思うんですけど、まあ、その寿司のネタごとでこう分割したよねとかですね、まあ、あと汎用性原理で同じ大きさの皿にですね、こう2貫ずつ乗せるっていうのは、まあ、この原理ではないかなと。まあ、その他もろもろ、まあ、結構まあ、観察する方の主観にもよるので、また別のものがあるよっていう方もいるかもしれないんですが、まあ、ざっと見るとですね、こういった感じの発明原理見られるかなと思います。で、もう一つ別の例なんですが、まあ、工場の組み立てラインですね。まあ、その工場の組み立てラインに見られる40の発明原理なんですが、まあ、例えば僕分割原理だと1人当たり数分の作業に分割されているとかですね、まあ、汎用性原理とか作業の内容が標準化されているとかですね、まあ、様々なところにこの発明原理を見ることができるということをちょっと確認してほしいなと思います。で、少し強調しておきたいのはですね、まあ、回転寿司と工場の組み立てラインって、まあ、一見全然関係ないんですが、まあ、実はその共通する発明原理が存在していると。まあ、一つ二つじゃなくて割とたくさん存在していると。まあ、そこでわかるのはですね、まあ、問題を解決するときにですね、こう人間の発想っていうのはやはりまあ限定的だと。まあ、そのいろいろな解決策があるとは思うんですけど、まあ、根底にあるのはおそらくこの40の発明原理のような考え方だなと。ということでですね、おそらくこう分野を問わず、まあ、皆さんが研究において解決、まあ、いろんな問題を解決しようとしていると思うんですけど、まあ、そこでも同様のことが言えるかなということをこうちょっと申し上げたくて、この2つの例を出させていただきました。はい、ここでの説明は以上です。